こんにちは、ヤスです。今回はつい先日出たばっかりのですね、ウェーブスのアビーロードチェーンバーズじゃなくてアビーロード TG マスタリングチェーンでですね、マスタリング用のチャンネルストリップを取り上げます。まだね、ちょっとね、僕もね、よく分かってないところ、癖がつかみきれてないみたいなね、ところもあるんですけれども、っていうのもですね、ついさっきね、買ったばっかりなんですよ。これね、でもその買ったばっかりで、いきなりもう、こう収録してるっていうところにですね、僕がいかに感動したかっていうところを汲み取ってもらえるとね、嬉しいです。で、公式のデモを見た時にね、あんまりこうピンとこなかったんですよね。まあ、確かにこう、かっこいい変化が起こせるっぽいな、みたいな感じの、公式のデモを見ててね、思ったんですけれども、まあ、なんか別に今、すごい必要じゃないしなみたいなところもまあまあそれが根底にあるんですけれども、なんかこう食いつくほどのなんかこうものを感じなかったっていうのはねあったんですよね。でもね、ちょっと僕そういえばクーポン持ってるぞと思ってですねまあそれでクーポン使ってやるとですね、なんか15ドルぐらいで買えたので、まあちょっと手出してみるかなと思ってですね、割とこう軽い気持ちで使ってみたらですね、おいっていう感じですね。おいおいおいっていう感じですね。結構いいです。よかったですね。で、まあ僕もね、まだちょっとこうちょっとつかみきれてないというところがあるんですけれども、特にね良かったなっていうところだけここで今取り上げようかなと思います。まあざっくりとどんな感じの変化を起こせるのかっていうのをね、まあ聞いてもらうためにですね、まあボーカルトラックでちょっとやろうかなと思います。でこれ一応名前にもマスタリングってついてるんで、マスタリング用途がメインになるんじゃないかと思うんですけれども、プリセット見るとですね、別にスネアとかね、キックとかギターとか、ボーカルとか、その単発ものに要はチャンネルで挿して使ってねっていうようなプリセットがもう普通に入ってるんで、全然そういう音でいいと思います。というか僕今使っててですねマスタリングでというよりはチャンネルでもうガンガン使っていきたいなっていうようなね魅力を感じています。でまあざっとですね、でどんな感じになるかって、歌はちょっと前に撮ったなんだっけ、喉つぶすけどブワイブワイみたいなこういう叫びのボーカルをねちょっと使い回してます。あれ系をね新しくレコーディングするとですね、喉をやられてしまうんですね今回はちょっと使い回しです。さすがにね、連日あれで歌うっていうのは辛いですねでまず普通に流しますね。ワンコーラス普通に流します。でそっからポンとスイッチ入れますね。これがバイコンペの力さ、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 これがバイコンペの力さ。みたいな感じですね。別に普通にアナログの機材のその EQ とか使ったような感じの変化っていう感じはありますね。最近というか、ちょっとさ、昨今なんかこうボーカルのなんかこうエアー感というか、ハイはなんかとりあえず上げときゃいいんでしょみたいなね、感じるほどかなりきつくかかってるのとかっていうのはよく聞くんですけど、僕ねあんまりそこまでやるのは好きじゃないなっていうのもねあるんで、やたら耳についちゃう、まあ僕がそこは嫌いなので耳についちゃうのかもうわからないですけどね。ただまあ僕の年齢で結構ハイがきついな、それやりすぎじゃないかな、そのエア感みたいな感じで思っちゃうので、多分その10代とかの人が聞いたらもなんかキンキンもっときついんじゃないかななんてね思いながら聞いてるんですけどもね、まあどこまでちょっとね年齢による耳の違いっていうのがあるのかは定かじゃないですけどね、まあそういう感じもね、こうなんかこう優しくそのエア感なんかもね出せる。でこのね EQ いいですね。ちなみにこれ今このウィンドウなんですけど、これね並べ替えられます。こうやってドラッグして、
うんね、こんな感じでね、並べ替えることができます。で、ここのねスイッチですね、ここ、このスイッチを押すと拡大されます。こうやってこんな感じでね。で、まあ拡大した状態で4つのセクション切り替えたいときはここのボタンを押すと、トーンリミッターフィルターとで押すと、でちょっとね試す素材を、スネアに変えて、いきましょうかね。これか、はい。でね、そう、特に特にすごいなと思ったのがリミッターセクションですね。面白いなと思ったね。音を作ってて面白いなとちょっと思える、感じでしたね。まあどんな感じの変化があるのかってこうざっと流しながらやっていきますので、それで確認してみてください。うん、こんな感じでだいたい分かってもらえましたかね。かなりね、細かくアタックとそのリリースこう持ち上がり方ですねの、設定ができるんですよ。で細かくね音作りができます。そう、音作りができますだからチャンネルにどんどん挿して使いたいなって思いました。うん、マスタリングでこうちょこっとね変えるとかっていうのももちろんいいですけど、一個一個そこ刺してキックに刺してスネアに刺してみたいな感じでね、そんな感じで使っていきたいなっていうね感じで思ってます。もうそっちの方の用途の方が僕は多分大きくなりそうですね、多くなりそうですね出番がぐらい。これね面白いですね。このタイプのこのタイプのコンプのプラグインってあんまりないですよね。ちょっと少ないんじゃないかなと思うので、あれそれ何そのパラメータ1でそう動いてそうなるのが今見ててなんか自分のと違うぞみたいな感じた人は多分持ってないのでこれ1個ね揃えるっていう意味でも、持ってていいと思いますよ。すごくね勉強にもなると思いますし、もうどこをどれだけいじったらどんな変化があるっていうのはもういじるしかないですから、あの説明書読んだところでねっていう実際の出音聞かないとさっていうねところがあるんで。で、そのね頭をこう積極的にこうアタック作って音作りしていくとか、その空気感リリースを調整して空気感作っていくとか、そういう使い方もまあそうなんですけれども、ここのねセクションのちょっと大きな役割って
倍音が発生してるんですよ。倍音を発生させてるのが、唯一ここのセクションかな。まあ、EQ とかこっち、まあ、ここも音変わるんですけど、まあ、腕は、特に発生してなくてですね、このリミッターセクション、ここで、主にすごく倍音が発生してるんですよ。で、このねオリジナルとモダンとリミットってこう3台感あるんですけども、まあ、ここでそのなんだろうな、そのリカバー、そのリカバリーのその具合とかももちろん違うんですけどもとか、まあ、こっちの聞き具合とかこのゲインリダクションのね具合とかもまあ変わるんでですけども、プラスその倍音構成も変わるので、この 3種類、そこでまずそのキャラクターの選択っていうところをやってみて、でまあこっち調整っていう感じでいじっていく感じですかね、になると思います。で、まあちょっとそうだな、実際どんな倍音が発生してるのかっていうのは目で見ましょうかね。目で音を目で見ても、目で見ても覚えるっていうのもね大事ですからね。でなのでなんだっけ、アナライザーそう、アナライザーはね、なるべく早いうちに買って、おいた方がいいかなと思います。あ、しまった、これ見られるか、あ、見られるか、これをなくせばいいのか、お、これをなくしてこれを入れてくればいいのか、これでいいかな、ここか、よし、じゃあこれでちょっと見てみましょうか。こんな感じでいいかな、画面見やすいかな。今そうリミッターのタイプオリジナルにしてます。うん、それでこんな感じの倍音が発生してます。奇数倍音の方がね強いですね。でモダンタイプにするとまた変わる。リミッターにすると、こんな感じですね。まあだいたいこう、広域に向かって綺麗に落ちていくタイプのやつですね。うん、でまあこういう違いもあるので、まあ、ここでキャラクターの違いを使い分けていくと。でちょっと周波数は別にねずらしてもね特に変化は見られませんでしたね。まあ大体その同じ形で比率の倍音が、まあ、2倍音3倍音4倍音っていうのは同じ比率のまんまこう発生してるっていう感じですね。リミッター。うん。まあだからちょっと前にも動画でねここだしチャンネルで出しましたけどね、ヘリオス6級のがちょっと特殊なんですけどね周波数帯域によってね、この倍音の構成が変わるっていうですね、まあ、そういう EQ というかプリアム EQ があるんですけど、まああれがちょっと特殊なんで、まあこれは素直に普通にっていう感じですね。うん、なのでこのリミッターセクションかなりねこのチャンネルストリップの肝になります。これマスタリング用途ではなくてですね、今ちょっと買おうかどうしようか迷ってる方はですね、このリミッターセクションと EQ セクションを使うっていうだけ、その目的だけでも今イントロのプライスですけど、それで3000円ぐらいでしたっけ、で買ってもね全然いいと思いますよ。全然おすすめします。うん、この音の変化ここまでいじれるっていう面白さっていうのはちょっと他のプラグインではあまり見ないので、ね、いいかなと思いますね。動きも独特ですし、まあ、操作も動きもね独特なので勉強にもなるしっていうところもありますし、うん、かなりそういう意味でねもうここひっくるめてですね、かなりね感動しましたね。でまだこう全然使い込んでもいないのにというやつですね、動画を収録してしまってるという、それほどの行動力の源になったほど感動したので、うん、おすすめしますねこれは。うん、まあ、僕はピンとこなかったけど手出してみたらあよかったよみたいなね、感じですかね。でまあそうそう、こんな感じで倍音を発生させると。で、ああそうか、あれも一応見ておきますか。
どんな感じの波を発生させてるのかっていう、これじゃない、これですね、まあ、EQ セクションのあのベルカーブなんですけど、多い、どこでやろうかな、1キロとか、こんな感じで、まあ、今ミディアムでこのへこみ具合ですね、この辺りね、ここ今1キロのラインで、これ動いてるので分かりますよね。まあ大体この山なんですよね。この山のカーブ でシャープにするとこんな感じですね。狭くなりましたよね。でブラントにするとこれぐらいですね。結構広がりますよね。でまあローシェルビングにするとこんな感じですね。設定しただから 1.02kHz からこうギューッとこう落ちていくと感じですね。まあ、逆にすると上がる。こんな感じで。で、ハイシェルビングにすると、1.02、ここで設定したキロヘルツ以上が、上げ下げできると。で、まあ、例えばここで下げてて、その上のハイで、まあ、例えば 4.1 キロで、ミディアムにして、だとこう部分的にねポコッとね、まあシャープにした方が分かりやすいかな。全体的にこう上げ下げした中でもこう一部分部分的にこう調整できるっていうね、まあ感じになります。こんな感じですね。こんな感じのあの幅ですね、カーブは。そんなところですかね。いいかな。言い逃したところないかな。ないですね。ということでですね、ちょっと意外だったんですけど、あんまりピンとこなかったけど、実はすごかったよっていう、プラグインですね。ウェーブスのアビロード TG マスタリングチェインチャンネルストリップですけども、ガンガンチャンネルに挿していく用途で、って考えて、あ、それで使えるんならいいかなみたいなね、ちょっと思った方はですね、ちょっとウェーブズのホームページでもね行って、まあデモを落とすなりですね、ちょっと使ってみて、お試しにね使ってみてくださいということで終わります。ご覧いただきありがとうございました。一つ言い忘れました。ちょっとねバグなのかどうかよくわからないんでところが一つあってどれでやったらわかるかな。これサイン波でやろうか。これちょっと今サイン波出します。で、このね、リミッターセクションなんですけど、これね、これか。これか。このね、フィルターの部分のね、効きがちょっと遅い場合があるんですよ。例えばですね、まあ、ここを見ててください。あれこれこれ聞いてない状態じゃない、もしかして今。あー出た。あれ出ない。出た。ん731。これってこういう仕様なんですかね。あれちょっとこう収録前に僕がいじってた時に見た以外の挙動が出てきてるんですけど、
全く倍音が発生しないスポットがある、作られてしまうっていう。え、これ仕様かな。わからないぞ。さっき750ぐらいだったね。あれ？あ、今度は発生するか。ああ、なんかね、ちょっとやっぱりこの辺不安定ですね。あのね、ちょっとこれ変えてみようか。今早かったんですけど、今早いね。こんな感じでね、まあ今これも見てもらえて分かる通りに、ここ倍音がヒュッて出るまで遅いですよね。 2,3 秒かかってますよね。でこれがね、僕がさっき確認したのはあのね、8秒ぐらいかかる時あるんですよ。だからあの設定を変えてすぐにあのその反映されるかっていうと、そういうこともない、そうなかなか反映されない場合もあるっていうことだけはちょっと使うときに気をつけておいた方がいいと思います。うん、実機をエミュレートしてるんですかね、これもよく実機なんてさすがに触ったことも見たこともないのでわからないですけど、かあのソフトウェアとしての作り込みがまだ甘いのか、だからまあだとしたら、まあ、後者だとしたらね、今後ちょっとアップデートしてもらわないと、若干困るかなとねいう感じがあるので、まあ、ちょっとあの今の段階ではそこをこれ使う時になかなか反映されないぞという場合もあり、さらにちょっと今ここでね、あの初めて出た現象ですけども、倍音が発生しないスポットもなんかたまに出ちゃうみたいな。でもまたちょっと時間経って、元通りになるみたいなのところとかもあるので、まあちょっとこれは実機通りだとしてもですね、僕は直してもらった方がいいかなと思いますね。今時の技術的にちょっと安定させてそこはいいんじゃないかなと思うんで、まあそんなところがあるのですね、まあその点あのちょっと踏まえてですね、あの買う時に、まあ、検討材料にねしてもらえればいいかなと思います。